高梨、近本に謝罪していた。巨人、高梨が骨折の阪神、近本に謝罪、大事な時期に申し訳ない、意図原通じて本人にも伝える巨人。高梨が試合後に取材に応じ、自身が与えた死球で骨折となった阪神、近本に言及。神妙な面持ちで、当日に糸原が同級生なんで通じて、本人、近本くんには謝罪と大丈夫と伝えていて、当日の時点では大丈夫そうです、ということだったんですけど、骨折ということで、本当に大事な時期ですし、彼のキャリアの中で骨折で離脱させてしまうのは申し訳ない、と謝罪した。Y は素直にないピって思ったけどな、壊してくれてありがとう。高梨の気持ちは伝わるけど、これから謝るの強要されるのはきついで。高梨ええやつやん。誰かの記事のコピペかと思ったらマジで草。糸原通したらわけわからん脅迫みたいなものに謝返還されそうだけど大丈夫か？エネオスの同級生なんか。普通に、誰も驚かない。どれだけ野球選手はつながりあるか。糸原が2軍だったらだんまりだったんかな。本人間で解決するのが一番や、粘着質なチンさんはスルーでよ。投げた本人が一番辛い定期。当人同士で話しするのが確実やね。チンカスってとことコンミットもないね。ご視聴ありがとうございました。